ち上がりは浅子、中盤に入ってねちっこい小川、そして今やや間隔が空きまして、これから主導権をどちらが握るかという大事なターニングポイントを迎えています。しかしこの小川が今膝を押さえまして、なかなか立ち上がることができません。右の膝を盛んに気にしている小川、浅子が追いかけて、さあ戦いの舞台を場外、いやリングに戻します。そうです、リングの中で決着をつけなければ浅子はベルトを巻くことができません。どうしたんですかね、あのかなりあの右膝を気にしてますね。先ほどのキッチンシップのところでしょうかね、そこからあの要するに空足踏んだような状態になってるんですね。あ、なるほど、さあ足がダメなら腕があります。スリーパーホールドで今度は浅子のまたこれもスタミナを奪おうという体勢に入りました。あっとチンクラッシャー丸め込んで両足を抑え込んでいる浅子。さあここで、まあ、予期せぬ小川の膝の負傷ということなんでしょうか。あの浅子選手にしてみればチャンスですよね。そうですね、一気に攻め込んでいきたい場面になりました。第19代の世界ジュニアのチャンピオンを決めるこの一戦です。小川を、いや小川が振り返して、ああちょっと、あん、小川の膝が心配です。攻撃に入ろうというところなんですが、その体勢を作ることができませんでした。レフェリーの西永もその小川の膝を今気にしているところですが、まだ浅子はこの体勢攻め込むことができません。さあここで仕切り直し、小川にとってはこのベルトを獲得する最大の危機が訪れました。裏を返せばあそこにとっての大チャンスです。リーグ戦4戦全勝の小川、そして3勝1敗のあそこです。レンマスター、小川がもう動けなくなっています。さあニュートラルコーナー立ち上がったのはあそこだ。さあ一打線に攻め込むことができるか、トップに立ったあそこ、ボディープレスです。対空時間がない、カウント、小川の表情が曇ってまいりました。さあ浅子が小川をロープに振った、あーっとショルダーするというところ、ん、自らの痛めている右膝でヤシの岩のような格好でこの浅子の顔面を砕いていきました。小川にはバックドロップホールド、そして浅子には SDA スーパードライブ浅子という秘密兵器があります。ネックフリーか、おっ逆さ抑え込みの体勢だ。こういった細かい技の攻防も大事になってくるでしょう。こういった技はむしろ小川の方が得意です。足を取ったシーベングリー、浅子がまた冷静に見てます ね、 そうですね。だけどもここはやっぱり畳みかけてもうちょっといかないと、なるほど、チャンスは生まれないと思いますよ。さあリングの中央、ブレンバッターからフィッシャーマンで、フィッシャーマンを落としていった、カバーに入ります。明らかにベルトの行方は浅子の方に傾いています。さあご覧の表情の小川、膝の状態がちょっと心配になってまいりました。一気火星に攻め込みたい浅子、抱え上げて、ああ持っていった、持っていきました、カバーに入った、危ない、危ない、スーパードライブ浅子を持っていったこの浅子、まず一発目はなんとか返していきました小川です。さあさあ丸め込んだ、丸め込んだ、さあヒストロール、カウントはそれで返します。小川、さあもう浅子はこの流れを掴みたいところだ。いやこう本当に行ってほしいですね、まずは SDA、 そしてラマヒストラル、必殺コースを見せていきました浅子だ。ロープに飛ばした、踏み猫ちゃんの DGT だ。あそこら辺がやっぱり小川選手の上手ですよね、やっぱりかなりダメージ、あの右足にあの食ってるみたいなんですけども、ね、相手の動きがよく見えてますよね、まだ、ただその状態を保てるか心配なのが小川です。ブロックした、バックに打った、バックに打った、バックドロップ、後頭部を強打、ホールドには行きません。さあカバーに入った、
発。さあお互いの持ち味大技をここで披露してまいりました。両雄攻め込んでいる小川、さあバックを取った、バックを取った、あ、引っかいて引っかいて、さあミスターロープに乗った浅子、足を掴んでエンジン切り、さあここからはバックドロップホールドの流れがあるぞ。小川がチャンスを掴んでいる。右足をかばいながらも、さあ大きな流れを掴んだ小川、白髪を掴んだ、バックに待った、バックドロップ2発目、まだホールドにはいかない、うんと掴んだ小川、バックドロップホールドに並べた、カウントローだ、スリーカウント、苦しみながらも耐え抜いた小川吉成、第19代世界ジュニアチャンピオン、新潟のリングで誕生、3度目の王座返り咲きになりました。小川吉成、天下の宝刀バックドロップホールドで浅子をマットに沈めました。11ヶ月ぶり3度目のジュニアベルト体感になりました。小川吉成、15分31秒バックドロップホールドで浅子をマットに沈めました。まさにこれから長期政権中に向けてのリスタートを切った小川吉成です。ちょっとベルトも何ていうんですかね、他のタイトルから比べたらそれほどジュニアっていうのはあんま目立たないんで、もうちょっと存在感のある何ていうんですかね、ベルトにしていきたいと思いますけど、誰でももし上がってそういう挑戦する資格がある人なら別に誰とやっても、それは誰であってもチャンピオンですからね、もう挑戦し決まればそれはね、もう受けるのがチャンピオンですから。